はいどうもボビーア・アトレーザーのボビーです。ね、えー、まあ今日は、えー、10月の19日ですね、えー、月曜日ね1週間新しい1週間始まりましたね。えー、まあ,あ今日はですね、えー、48回目の配信であります。えー、それではオープニングムービーをご覧ください。どうぞ。 改めましてボビーアトレーザーのボビーです、えーねえー、ボビーアトレーザーの大阪のボビーアトレーザーのアトリエから、えー、生放送でお届けしております、ねえーまあ、今日は、ね、10月19日ですね、まああのーまあ、軸の人も僕は呼んでるんでね、えー、まあまあこの一月に一回ぐらいちょっとこう 振り返るような感じでねあのー、ちょっとこうおさらいにも兼ねたりとか自分の中のまあちょっとそういう、ね、時間を少しでも取ろうかなと思いましてですね、えー、今日はですね、えー、ロゴマーク、ね、ボビー・アート・レザーのロゴマークの思いというかね、えー、そういうことについてねちょっとまあお話、ね、させていただこうかなと思います。で、えー、ボビー・アート・レザーやったらね、えー、セブンティーズの ロックカルチャーのですねド、えー、ックスターとかの衣装とかねそういうのにすごい憧れて、ね、それでまあ,あその思いがですね冷めなくてですね、えー、こういうなりをしてるんですけどね、えー、それでまああのー、これねボビー,ー・ボビーアート・レザーのですね えー、ロゴマークですこれはあのー、創業当時ですねもう僕は、まあ自分でバーッとノートにですね殴り書きしたイメージの、まあ、ロゴのそのままあーデータ化してですね <laughs> もうずっと使ってるんですけどでまああのー、このね、まえー、真ん中のところですね、まあ、これでボビーアートレザーでね、えー、一応書いてるんですけどねこのボビーの「O」はピースマークですよね <laughs> まあまあベタっちゃベタですけど。 これは、まあ、形はですねこうやっぱセブンティーズのおーこうサイケデリックな感じのお、あのー、イラストとかやったら大体キノコモチーフが多いんですよ。うん キノコモチーフとかねあのちょっと毒キノコみたいな怪しげなね <laughs> マッシュルームみたいなうんでまあえこれはまあボビーキノコって名付けてるんですけどこのロゴのことねうんこれボビーキノコっていうロゴマークですまあ僕の中ではねでまああのーえー愛しや二人がですね抱擁し合ってですねうんでまあいうイラストですねちょっとよく差し入れで僕描いてたんで えそれをデータ化してでまあその下はですねえ見えるこう地図みたいなのあるでしょこれ何や言うたらあのこれはあの小豆島ですね <laughs> うんまあ僕のふるさとですうんでこの星マークがあるでしょ中央にこれはですねえ僕の大切な仲間という意味をですねえ示します飯島もしねでまああとこう ハトはですね、やっぱラバンピースのー象徴でらハトじゃないですか。うん、ではハトをですね <laughs>、えー、飛ばします。このハトはですね、あのー、よくセブンティーズのー古着とかですね、いろんな本とかね、えー、に使われているような感じのイラストですね。うん、それをちょっと散りばめました。 でまああやっぱこういうセブンティーズロックでまあまあ色はですねもうもうちょっとオドロオドロしいイメージしたらいいんやろうけどちょっとこうラグジュアリーなあーやっぱこう気持ちようですね、えー、醸し出したいなと思ってまあこっちはゴールドお黒にゴールドね黒金にしてますけどねうんたまにあの黒金になる時もありますけどねうんまあギターのピックは は普段ちょっと使ってるピックはですねちょっと待ってねあだいぶあこれ使い込んだなだいぶねあ,あの <laughs> まあまあ使い込んだけど、まあ、これまだましやね、うん、やっぱこうおこうかな黒に金でね、で、う、ね、ん、してますね、うん、でまああとはまあこの えこのねこの指輪もこの,この子もそうですしまあスカルハットってももうこっちはねえあのファッションブランドとしてですねえ位置づけてで,ですねえ使ってるブランドであのロゴですね。でまああのオフィシャルな字はあのロゴはまあこっちをね最初にえ創業当時にですね僕が作って。 えー、デザインしてですねますけど、ねうんでまあ,あのずっとこれはどういうふうに変化するかはあれですけども基本的にはもうずっとこれ,これはこういうコンセプトのままでいこうかなと思ってます。で、えー、やっぱりこう、まあ、これとあのギターのピックみたいな感じのと両方があってねそれは夢を叶える楽器のような存在でありたいっていう,う思いをですね やっぱこうギターのピックもこれ一応楽器の一部やからね、うん、だからピックもね、うん、やっぱそういう,う,みうあの商品に埋め込んだりとかあ作品の中に散りばみたりしているのはそういう意味でね、えー、夢を奏でる楽器のような存在としてですね、えー、いつまでも大切に、えー、なんか夢を持ってですね、えー、挑んでもらいたいなという思いでですね、えー、作りましただからあまあまあそういう話ですね まああのーまあ、裏話まではいかへんかもしれへんけど、えー、まあこのね「えー、まあ星」はですね僕のまあ僕がこうおねこういろいろなこの洋楽とかロックとか聴いたりしバンド組んだりしたきっかけにもなってですね僕の同級生のね、えー、ことをですね「あのー、あのの星」に入れてます。 まあ、そんな感じですね。えーそ,まあ、そんな感じで、えー、こういうね革ジャンとかをね <laughs> 作ったり、えー、してねでまああのギターストラップやらあまあまあ衣装につながるものとかあとまあそれをなんかもう,、まあ、もう基本的にはまあ一点もののね、えー、ものをですねもうあのマンツーマンっていうかどう言うたらいいのな、うん、今も、まあ、あの、このすぐそばでねあの隣でええー えー、制作させていただいてますけどね。うん、はい、そんな感じでですね、えー、今日はね、あのほおちょっとあのバタついてましてですね、えー、放送がちょっと遅くなってしまいましたけどね、うん、30分ほど、ね。まあまあ、順0過ぎましたけども、まあまあ、いいでしょう。<laughs> ね、週の初め。で、まあ、ちょっとおねス、スマホを読ませてもらいますね。えー、今日はあいろいろあ見ていただきありがとうございます。あのね、 あ、マチさんコメントありがとうございます。こんにちは。青森は秋晴れです。寒いですけどね。ロゴマークかっこいいですね。ありがとうございます。ね、そういうことこても僕も嬉しいです。あ、大阪もね、あのー、今朝はね、最高気温の17度ぐらいなんかな今日。うん。あのー、あ秋秋を急に <laughs> 昨日より4度ぐらい低いみたい。うん。まあまあ僕も外出てないから。 あの、何とも言えんいんだけどーで、ね、このアトリエがね冬になったらあのー、まあまあ底冷えするんでね <laughs> もうねずっと、あのー、あれですよまあ 室内とはいえですね暖房は、まあ、つけたりはしてますけどつけたりしてますけどやっぱこう足元が冷えるんでねえー、まあ誰もいない一人の時間はですね、えー、あのレッグウォーマーみたいなのをねつけたり <laughs> してますねあのふくらはぎが冷たいなってくるからね、うん、あとあのふわふわっとしたも履いたりしてますね、うん、そんな感じですまあまあ今日はあちょうどいいぐらいかなあの上着着るにはね、うん、ただもう急にあの あの下がってきたからあ、まあ、風だけには気をつけようかなと思ってね、うん、やっぱりこう乾燥するするっていうかあ、僕もちょっとこう冷え、喉が冷えたらねうんってなるようになりやすいんや <laughs> はいそんな感じですねはいえー、っといろいろこうありがとうございます町田さんありがとうございますまあ、ね、いろんな方がこう今ご視聴いただいてあ嬉しいですねありがとうございますありがとうございますあっ宮,宮城さんありがとうございます、えー、こんにちはね えー、雨の大阪で今日はあそうや外は雨ねああのー、あ今日はあ見れたようですあ,ありがとうございますねあのー、今日天気ねいまいちっぽかったから、うん、もうあれからご朝以外外出てないけど、まあ、昼から雨マークみたいなのあったような気がするんで、まあまあ、雨降っとんやねもうねねあ <laughs> 秀美さんありがとうございますねあ京都もやっぱ京都ねやっぱ冷えるんやね、うん、お互い風にはね うん、この風にもね気をつけよう <laughs> ね風もねほんまに気をつけましょうねほんでまあほらあのいろいろ疑われるかもしれんや <laughs> 風邪ひいただけでも大丈夫ってねみんなそ,それがねあの気,に気がかりなあことですよね、うん、まあ,あの本当に、まあ、いつも以上にですね、えーまあ、僕もなるべく夜更かしはしないようにしようかなと思ってはいるんですけどね いい幹線の中の切りがええとこまで、えー、やってたらですね、えー、ついつい、えー、時間もね、忘れてしまいますしね、ここに出てたら、なるべくね、えー、規則正しい生活に戻していこうかなと思ってますけどね。はい。ねえー、まあそんな感じですね。まあ,あの本当に、えー、あ、宮さん、雨降ってますね。うん。降ってるんですね。分かりました。うん あ、ややこい、ほんまですね。ややこややややこしいですよね。本間、ま、あの気使うね。いやお前気、なんかあの気使うよ。うん。あのまあほとんど今はね、ここ今年意外に外出いうほどの外出してないんで、たまに月に、えー、一回ぐらいど,どっかまあ昼間出かけるぐらいで、あのまあ仕入れとかのなんもあるけど、基本的にはもうもうこ,これやからね。これかメールかやから。 ねほとんどまああとねあのー、来ていただく方やからね、うん、あの打ち合わせとかね、うんな感じやからまあ本当に、えー、ねもう多分これはもうみんなそうやと思うよねもう電車たまに電車乗るけど思うよね <laughs> なんか、うん、マスクもねちゃんとし,してるしあれやけど、うん、なんかこうちょっとあのー、ドヨンとした感じもするし、うん、なんか まあたまたま僕はもう天気がいまいちの時しか出て行ってないんかもしれんけどね、うん、まあまあ近々またちょっと南の方にえ行ったりもせないかなと思ったりもするしうんねええー、なかなかリモートのことが多,いです多くなりましたね、うん、まあ全然あのねアトリエの方にはねあの全然いらしてくれて、うん、全然ウェルカムなんでねうん。 あの打ち合わせとかもねさせていただきたいなと思いますしまあ,あの手に取ってね気になってるアイテムとかねあの全然あのご覧いただいたりやっぱりこう目に触れるっていうか何ああて言うのな触覚って大事やからねあのこう皮の匂いとかに包まれてですね <laughs> なんかそういう感じでなんかこう波動みたいなのがねうんお互いのこうエネルギーが伝わり合えばなと思いますしね。 うんまあ、ロゴを考えた時もまも、あ、いろいろかあのそういう,う思いとかいろいろあってね。うん、で、えー、こんな感じでですね、えー、ずっとねさせていただいてます。まあ、今日は雨ということですねあの天気も変わりやすい,やいしねあのズボンにならないようにね皆さんねあの、まあ、体だけにはあ気をつけてくださいねもうお互いねお互い気をつけましょう。大きいですあいろいろ見ていただいてあります。ね まああのー、そんな感じでですね、また、あね、明るくみんなでおーいって会える、ね、そういう日が来ることを願ってますね。今週もお、ね、充実した最高の1週間をお過ごしください。また会いましょう。ボビーでしたじゃあねバイ